式会社第10建設で代表取締役をさせていただいてます大西正俊でございます。年齢は今年で42歳になりました。まあ代表取締役ですので当然ながら経営に関わること全般ですけれども、まあ営業とあと見積もりの方もですね、アパートですとか老人ホームなどの大型の施設案件等々は基本的には私が中心にまだ行っているところです。まあ、ですので今回、関さん購買の私と一緒に見積もり作業に当たっていただける方をまた募集しています。自分の中でもこれがっていうのは旅行ですね。たまにやるものとしては釣り、ゴルフ、そういったとこですけど、まあほとんど時間があれば旅行に行きたいかな、日帰りでもいいのに旅行に行きたいかなっていうのが趣味ですかね。創業は昭和47年でして、今年が51年目になります。で設立は昭和56年、今期で43期目、来期が44期になります。事業の内容は、まあ、創業の頃から建設業は変わりありません。ただまあ、どちらかというとバブル期は先代私の父だったんですけれども、マンション事業が中心に行ってました。で20年前に他界しまして、まあ、父が離れてから数年はまだマンションをやってたんですけれども、戸建て事業の方が中心になってきまして、いろんな部署もできて技術力もまたしっかりとついてきたので、木造の大規模建築の方に力を注力してですね、集合住宅ですとか老人ホームなどの施設関係も木造でどこまで挑戦できるかっていうところを今会社を挙げて取り組んでいるところです。資材高騰、まあ、人件費の高騰を含めて、鉄筋コンクリートですとか鉄骨造の建物というものが本当にこの20年でほぼ倍ぐらいまで原価が高騰したという経緯があります。まあ、それに比べて木造っていうものはこの20年間で 1.25 倍程度、よく見ても 1.3 倍程度の値上がりであり、住宅以外の建物が鉄骨とかでは価格は上がらないので木造に転嫁していくっていうような事例がこの直近に3年ですごく起こってきてます。でそこのところに、まあ、3年前に着眼しまして、木造で戸建てだけでなくどんどん需要が増えてくるであろう中大規模建築の方に自社の強みを生かして取り組んでいこうというふうに思いました。この15年間ぐらいはほぼ不動産業者様が多かったです。俗に言うビジネス・トゥ・ビジネスですね。でここのところをビジネス・トゥ・カスタマーも増やしていこうということで、約5年前から自社でハウスコードっていうブランディングの名前で注文住宅事業を始めました。でこれも5年経ちまして、たくさんの OB のお客様ですとかだんだんとご主力の事業になってきました。でここのところからさらに大規模木造建築物を作っていくにあたって、地主様への土地活用提案ですとか、福祉事業者様が老人ホームを建てたいとか、そういったお客様層を今どんどん開拓していってまして、自社での土地活用セミナーですとか木造でどこまでできるのかとか、まあ、こういうセミナーを開かせていただいたりとかしながら、不動産業者さん、一般のお施設様以外にそういう事業者様、地主様っていうところも増やしていってます。東日本大震災の復興支援事業ですね、2010年の6月から行かせていただいて、泥出し作業のボランティアの皆さんが終わった後の床めくりから、外壁の張り替えとかそういった事業をさせていただきました。泥に埋もれた自宅を見られた被災者の皆様がもう二度とここで住めないんだなっていう絶望感にあふれてたものが、まあ、泥出しが終わって床を張り替えて、あとはもうキッチンを据えて中のドアとかを入れる程度のとこまで、まあ、僕ら仕上げるんですけど、その状態見ていただいた時に、まあ、ほとんどの方が本当に涙流しながら、まあ、戻ってこれるんだ、ありがとうって言っていただいたこの経験というのはものすごく嬉しいものでしたし、今でも忘れられない思い出です。この業界、職人様の皆さんというのはどっちかというと現場の人なんでぶっきらぼうな言い方もしますし、考え方も感情的な人とかすごい多い。ただ一番の顧客の不動産さんっていうのはどちらかというと色整然と説得するっていうところも必要になってくる。まあ、この感情的にぶつかるところと理路整然と全て物事をお話だけで終わらすっていうところ、両方ともが自分の中ですぐ頭を切り替えれてできるっていうところは、もしかしたら向いてたのかなというふうには思います。まず営業職、これは法人の営業職とですね、一般の注文住宅向けの営業職と課が分かれてまして、法人の方が1課、一般の方が2課っていう形になってます。
それとですね、設計、こちらも法人向けと一般向けと、さらにやはり建設なので施工管理で、施工管理の中でも、木造や鉄骨、鉄筋コンクリートは弊社は今受注を止めてますので、木造ないし鉄骨もできる方、未経験の方も関係ではあるんですけれども、何かしらこの業界の中に少しでもリフォームでもどれでもいいので、少しでも馴染まれている方の方が苦労は全くないのかなというふうには思います。ただガッツがあれば未経験でも十分チャレンジできるような、そしてまた教育環境も整ってますので、ご応募いただければと思います。で、次に積算購買課、これは見積もりを作ったりですとか、業者さんへの発注をする作業の業務になります。で、最後に品質管理検査員、私どもの会社は品質の管理向上にこだわってますので、やはりそこのところを全都自社での品質検査の担当者がチェックしています。で、今後さらに物件がちょっと増えていくということもありまして、さらなる増員募集を品質検査員の方でもかけてますので、どうぞよろしくお願いいたします。メンターとバディ制度というものは導入しています。やはり昔多く失敗したなっていうのが、やはりどうしても聞ける人と聞けない人っていうのはいらっしゃるかと思います。業務のことだったら聞けるけれども、本当に日常の例えばお弁当ってどこで食べたらいいんですかみたいなんで、ちょっと聞きづらい人っていうのがあったりとか、でそういうのがやはりちょこちょ こうアンケートで上がったりもしてましたんで、バディメンター制度であったりですとか、会社全体として新しい方にはみんなで声をかけて孤立しない、悩みがあったらすぐに取れるような環境で、月に1回の希望者のみですけれども、社長面談制度であったりですとか、部署長にも相談しやすいような環境、こういったものをどん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 取り入れていきました。それによって劇的に離職率も減りまして、社内の雰囲気も良くなってきたなと。見返りがなければ働かない、見返りがなければ自分が存在していることを認識できないっていうよりは、見返りを求めずにみんなのために働ける人たち、みんなのために働けることを幸せだって思えるような人たちの集まり場所でありたいっていうことを念頭において、この51年目から新しいミッション、ビジョン、バリュープレートを設定させてもらいました。面接の段階でもですね、非常にここのところは重要視してご質問させていただいたりですとか、この理念共有ができない方にはどれだけ素晴らしい方であったとしても一緒に働かせていただくことはできないかなって考えてますんで、面接の中でも断りさせていただいている予定があります。今後の会社の中では、この中期の24年、25年、26年、この3年間に関して、会社の目標としては25億から30億の年商のアップを目指しています。これは現在が25億弱ですので、もうほぼ倍増に近いぐらいの年商アップを目指します。で、今後、人材採用がうまくいけばという前提ではあります。膨張ではなく成長というところですので、その成長に追いつくだけの人材の拡充ができればその事業目標を達成できると思ってますし、逆に無理な成長はしようとも思ってませんので、やはり品質ですとか社内の環境重視、お客様への期待にきちんと応えれる仕事を実施するということを何よりも最優先をしますので、この機会に皆さん入っていただいてですね、さらにこの10年、15年、20年後の大中建設の基礎になるような作り上げていっていただきたいなと。これからの大中建設っていうのが、私が代表なら知りたい第二創業期とも捉えてます。で、その第二創業期の大中建設を共に支えていただいて、協力し合ってお客様、社会のために貢献できる人を求めてますので、どうぞよろしくお願いします。